場内の様子です。解体中の旧聖橋口改札の様子です。工事作業予定表です。快速線12両下対応ホーム延伸工事上り線の様子です。駅前広場整備工事の様子です。タイルが設置されていました。旧聖橋口改札の様子です。解体されてすっかり面影がなくなってしまいました。快速線12両下対応ホーム延伸工事上り線ですが、展示ブロックがすべて接続しました。快速線12両下対応ホーム延伸工事下り線ですが、屋根も設置されていました。快速線12両下対応ホーム延伸工事上り線の様子です。おはようございます。キッチンカロリー駅前店さんは昨年の12月末で閉店されたとのことです。駅前広場整備工事の様子です。場内の様子です。場内の様子です。
ロリーカレーハウスさん、キッチンカロリー駅前店さんの跡地にオープンされた北海道ラーメンみんなの味噌くまさんの様子。明慶通りには新八食堂さんもオープンしていました。この日は台風を思わせるような風と雨でした。旧聖橋口改札の様子です。旧聖橋口改札跡地ですが、もしかすると5階の建物が建築されるのかもしれません。今まで撮っていなかった出口専用臨時改札口の様子を撮ってみました。編集の都合で時系列の整合性はありません。以前の聖橋口改札の雰囲気が漂いますね。今回の動画はここまでになります。また次回の動画をお楽しみに。